これ今日は上がっちゃっていいんですよね、つも先1話。ということで、どうも皆さんこんにちは、みぞです。本日はですね、スターレジェンド10連ガチャ火の召喚石バージョン、ウイ。ということで、俺ね、改めて見てみたんだけど、俺は結構こう主要な石は持ってるんですよ。芝とかミカエルとか持ってるんだけど、実はね、欲しい石が多かったみたいで、ちょっとこれ見てほしい。これの、ここ。スルト、セキトバ、ウィルナス。だよね。まあ、ウィルナスはやっぱ必要な人多いですよ。まあ、多くなるんじゃないかな。まあ、神石の効果が10%上がるみたいなサブ召喚石効果を持って、お持ちでおりまして、まあ、大変優秀な石でありますけれども、まあ、これがね、3突されると美味しい。10% から20%になるのか、なんですよね。で、まあ、なんつうんだろう。サプチケ可能だから優先度高くないんじゃないって俺も思ってたわけですよ。なんかこれサプチケ可能な石みたいで。なんだけど、最近さ、ティコとか、トルーとか、まあ、ちょっとそのあたりのヴィンテージキャラクターですよね。コルルもそうだし、フィオリトもそうだけど、ヴィンテージ武器持ちのキャラクターが増えてきて、正直ちょっと俺の中で、サプチケを、ヴィンテージ武器に使いたいという欲がかなり日に日に増している。いや、ヴィンテージ武器手こえで来るっしょという、木さんのもと、ちょっと今回はですね、まあ、意外とこう使われないがちだけど、持っておきたいなって位置が多いからちょっと回していきたいと思います。12.5% なのよ。12.5%。結構当たりだよね。今回の当たりはさっきも言ったんだけど、スルト、セキトバ、ウィルナスですね。つまり、100% ですね。はい。つまり、まあ、間違いなく 100% 当たりが引けるということで、3000円で欲しい石が引けるなんて、なんて幸せ。私、こんなに幸せでいいのかしら。東京グール、レノ。あのシーンな。築山衆を救うあのシーンな。ロズバルト家のな。あの女の子が。よし、じゃあ、回していきましょう。あ、ちょっともう一個話していい？もう一個話していい？実は、あのね、スルトが欲しいの。そう、スルトが欲しい話をもう一個してもよろしいでしょうか。スルトは、あのね、最近俺の中で来ている召喚石で、というのも、まあ、4突で欲しいんだよね。4突すると、初手から、刻印1、メイン装備時に、なんですよね。で、召喚した時に刻印1で、っていう感じなんだけど、俺、トロピカルフェアリーの4突を持ってるんだよ。そう、トロピカルフェアリーの4突を持ってて、トロピカルフェアリーって、刻印が5の状態で、ターン終了時、敵全体に非属性ダメージ、プラス味方全体の HP を回復するっていう、まあ、ダメージアビリティ持ちなんだよな。だから、ティナ、水着ティナ、主人公、多神人、メイン石、スルトにすると、スルト召喚、で1でしょ？で、基礎でもう1で2じゃん。で、ティナの131で2なんですよ。これで今刻印4ね。で、多神人の奥義で豪華の刻印付与で5になるんだよな。だから、刻印を初手から多神人で5にできて、トロピカルフェアリー初手起動ってのがあるから、スルトも欲しかったりする。そんな思いがありますね。貴族生はそんな感じで夢が広がってんだよな。じゃあ、回していきたいと思います。対戦よろしくお願いいたします。まあ、対戦というか、もうすでに、勝利が決まっているというのは、もう勝っちゃっていない。もう、リンシャン解放が決まっている先の気分だから。俺はそんぐらいの気持ちで生きてる。自分が負けるはずがないというその気持ち。ここでも、遺憾なく発揮される。俺は勝者、俺は勝者、俺は勝者、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 サーチライト、失礼、サーチライトを歌ってしまいました。月の光と共にタイトロープを照らせー！でー！おーっしゃー！来た！初めて！これ当たり、ニューほら。3000と輝くニューボタン。俺だけじゃない？スルト当たって喜んでる配信者。なかなかおらんだろ。いや、俺はスルトだね。いや、スルトだね。ということで、こちらのスルトという召喚石がございます。貫突すると、初手から刻印がプラス1される。まあ、サブ装備時効果は刻印の数に応じて非属性が多い。これ4突2枚あってもよくない？もうそろそろ、スルト推し、スルト推し YouTuber はミザとして覚醒していくかもしれないんで、まあ、その時はよろしくお願いいたします。はい。ということで、スルトが出ました。今回のスタレ。皆さんは何出たか下のコメント欄に書いてみてください。ウィルナスも欲しいね。早めにね。3突がね。はい。そんな感じでした。それじゃあ、皆さんまたお会いしましょう。
ジョニー、バイバイ、ミザキンじゃんけん、じゃんけん、チョキー、わー。